お客様にご覧いただけますよう交代しながらのご観覧にご協力を、まあ、お立ちにお取りいただけましたら後ろの方との交代をお願いいたします。
見当たらない、見当たらない。何をして、あ、見てる、見てる、まささら食べられへんかったもんな。あ、どうすんの。かわいい。ただ一番前でご覧になる場合はどうぞ後ろに低くしていただいて、
ちらの方にもご覧いただけますようお会場をお願いいたします。ありがとうございます。かわいいな。ママ呼んでるよ。
はご来場くださいまして誠にありがとうございます。ただいまタッキーと渡ると思いが少々込み合ってまいりました。ちょうど一番前でご覧いただきましたお客様、後ろの方にご協力をお願いいたします。
日こちらのブリーディングセンターでは白眼炎症用に赤ちゃんとのぞいきとお母さんさんが待機、そして外から炎症用にお父さんさんなど衛生がやってきております。お母さんさんの衛生をもらっているお客様はちょうど左側のお出口を出てくる外から炎症でお待ちします。
ックヤードへと戻らせていただきますので、ご了承くださいませ。ただいま USB ロープの後ろまで自由にご覧いただけるように開放しております。ただ後から来られましたお客様も USB 移行でご覧くださいませ。16階担当しました赤ちゃんさん、社会費は現在です。5ヶ月を迎えたところです。体重は約8キロ、大きさは約10センチまで増えました。今回9頭目の赤ちゃん最近出産しまして、現在子育てを頑張っているところです。現在18歳、人間でいうと50歳を過ぎたところ。お母さんパンダです。ララキンと名前に白浜の浜の字が入っているんですけれども、この白浜で一番最初に生まれたマンの赤ちゃんがこちらのラウキンでした。はい、もうすぐでしょうかね。日本生まれ日本育ちのパンダが出産するというのはマラーキンが初めてのことでして、まあ、それ以降もそういったパンダはいませんので、ラウキンだけが、はい、無事に成し遂げていることで、今第3世となる子どもたちがすくすくと成長しております。まさかでは中国に行きお母さんになった子もおりまして、はい、アドベンチャーワールド生まれたパンダたちの命はこんなパンダに次の世代へと受け継がれていっております。現在体重は約100キロ。かわいい丸顔と大きな丸耳が特徴のお母さんパンダです。あ、バイバイ。それではただいまを持ちまして、ランキングマップヤードへと戻らせていただきます。ありがとうございます。残念ながら引き続き取材の方が入っておりますので、ご了承くださいませ。体重8キロ加えまして、だいぶ1キロ、はい、重くなってまいりました。現在新型ウイルス、アルトの小大事道具になりまして、体重を走ったり、気持ちもできるようになってきました。まずこれからの経過も温かく見守っていってください。それでは以上としまして、最近お母さんパンダランキングの親子公開終了とさせていただきます。お子さんパンダ園で外の動画におりますが、お子さんと4時までご覧いただけますので、よろしければご覧ください。まもなくもアドベンチャーワールドへ進む続きをお届けください。ありがとうございました。本日は大変多くのお客様にお越しいただいておりますので、観覧通路内は
べて歩きながらのご参加をご案内します Yeah!
在クリーニングセンター行い館のエリアでは自由観覧と参加いただいております。列がございませんので最前列でご覧いただいているお客様はどうぞ姿勢を低くしていただくようにお願いいたします。まあ、順番にね、動くよかった、うん、大丈夫だ。ご観覧中のお客様にご案内申し上げます。写真撮影の際はフラッシュの設定をここにしていただくようにお願いいたします。フラッシュの光は目の発熱に影響を及ぼすことでございます。またこちら屋内観覧中は大変暗くなっておりますので自動モードですと自動的にフラッシュが光ってしまいます。ビンゴがまた見る前にマッチをご覧いただいてお願いします。なんか投げ慣れた記憶に。また現在は自由観覧とさせていただいておりゲストはございませんので最低ですねご覧いただいているお客様はご利用いただきますよろしくお願いいたします。また最前列でご覧いただけたお客様どうぞ後ろのお客様との交代を。ちょっとここで並ぶだけちょっと待ってください。
車は3列目以降は手すりより内側にてご覧ください。またこの後は列が伸びてまいりますと、3列目のお客様も歩きながらのご観覧に変更させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。高山さんは最近の高山さんとランキングの親子公開ですが、午後3時までとなっております。本日はアドベンチャーワールドにご来店くださいまして誠にありがとうございます。お時間になりましたので、ただいまより赤ちゃんパンダゆいひんのレクチャータイムを始めてまいります。さあやってまいりましたゆいひん。昨年の9月18日にお父さん永明とお母さん良浜の間に生まれたメスの赤ちゃんです。先日で生後半年を迎えました。生まれた時は手のひらに乗るほどの大きさで生まれてきておりまして、194g24cm 大きさで生まれてきております。この大きさ、アドベンチャーワールドでは一番大きな赤ちゃんだったんです。で、毎日お母さんのおっぱいを飲んですくすくと成長しまして、半年を経ちました。現在では体重約12キロにまで成長しました。まあ、だいたいパンダの赤ちゃん成長はとても早くて、1歳で30キロ、2歳で60キロ、3歳で90キロとどんどん大きくなっていきまして、大人になる頃にはメスで100キロ以上、オスで120キロ以上にまで成長するんです。まあ、ゆいひんはあと3年から4年ほどかけてどんどんと大きくなってまいります。またパンダの赤ちゃん、このように生後3ヶ月過ぎからは歩き始めるようになります。で、徐々に手足の、生後半年を過ぎる頃にはすっかり高いところにまで登れるようになるんです。で、ゆいひんも現在木登りの練習をしておりますが、だいぶ高いところにまで登れるようになってまいりました。毎日お母さんの良浜とも全力で遊びながら徐々に体の力をつけていっております。まあ、最近ではこのようにいろんなものに興味を示して遊ぶようになりまして、大変好奇心旺盛な年頃を迎えております。どうぞこれからの成長も温かく見守っていてください。さあ、それではせっかくですので、続きまして、質問タイムとお移らせください。はい、ありがとうございます。それではただいまより質問タイムに移らせていただきます。どうぞこの際に赤ちゃんパンダゆうひ、またはパンダのことについて聞いてみたいということがあるお客様、ぜひ大きく手を挙げて、ありがとうございます。で、後ろにいらっしゃるお客様、私間失礼いたします。ありがとうございます。はい、それでは質問です。パンダは走ると時速どれぐらいの速さで走るんですかというご質問です。ありがとうございます。まあ、普段は食べて寝てのんびり過ごしているパンダですけれども、実は走ると意外と速くて、大人のパンダですと時速40キロ以上で走ると言われております。で、ゆうひんはまだ走り始めたばっかりですので、ちょっとおぼつかない足取りでよちよちと走るんですけれども、今後ですね、徐々に成長していきますと、本気で走ったらもう私たちにも追いつかれてしまうぐらいすごく速く走れるようになってまいります。はい、意外と運動神経はいい動物なんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さて、他に質問があるという方はいらっしゃいますか。で、この際に聞いてみたいことはありませんでしょうか。はい、皆さん大丈夫そうですかね。
はい、ご質問ありがとうございます。はい、今ゆうひ勢い余って落ちてしまったんですけれども、パンダ木登りは得意な動物ですが、降りるのはちょっと苦手な動物なんです。今のようにちょっとバランスを崩して落ちてしまったりすることも多いんですけれども、体が大変柔らかい動物でして、ちょっと受け身も取りますので、全然怪我などもせず元気いっぱい遊んでおります。ゆうひも現在木登りの練習中ということで、よく上の方から転げ落ちることもあるかと思いますが、ぜひ温かく見守っていてください。先生のご質問ありがとうございました。はい、以上をもちまして、ゆうひのレクチャータイムは終了いたします。この後こちらの運動場にはお母さんのラウヒがやってきまして、親子で過ごすなんかむつまじい様子がご覧いただけます。午後3時までご覧いただけますので、ぜひこの後もゆっくりとご覧くださいませ。本日も一日アドベンチャーワールドで素敵なひとときをお過ごしください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではただいまよりこちらの運動場へラウヒンが出てくるための準備をさせていただきます。またこちらですけれども、ただいまロープで仕切らせていただきますが、この後自由に皆様がガラス面前でかどうか今一度ご確認の上撮影をお願いいたします。カメラの強い光はユイヒンの目の発育に悪影響を及ぼしてしまう可能性がございます。どうぞフラッシュ発光モードはオフにしていただきますようこちらのご協力をお願いいたします。かわいいな、赤すごいちっちゃいね、すっごい食べてる、すっごい勢いで食べてるI'm gonna go get some more.
ラウンドの下側をご案内いただきます。それではお時間はガラスペーパーへ自由にご案内いただける時間となっております。まず一番最前列にいらっしゃるお客様は後ろのお客様にもご覧いただけるようしゃがんでのお方、そしてある程度お写真を撮られたお客様は後ろに並ばれているお客様、思いっきりじゃれついておりますが、さあお母さんのラブの食事に夢中ですね。はい、ラブの方に集中しております。
ゆいひんの目の発育に悪影響を及ぼしてしまう可能性があるため、どうぞ、設定をオフにしていただくようこちらのご協力もお願いいたします。こちらのブリーディングセンター室内の登場では、こちらのゆいひん、ハハハハ。
コアラと違って動くからいいよねパンダね。そして姉は食い倒す。ママも見せてあげる。
Thank you.
Thank you.
ブースに。Thank you.
Thank you.